んにちは。はい、今日ひまわりの手ぬぐいにしましたよ。夏やね。はい、トスコアサの長襦袢、なんかタンクトップだけですけどね。そしてこちらのちゃんと本当はちょっとだけ透けております、明朝の竹の柄の浴衣の着物、源氏物語シリーズね、全部言えたかな。とですね、石川県は昨日熱帯夜が終わりまして、何日続いたかな、4日ほど続いたかな、ちょっと寝苦しい日々が続いたんですけど、昨日は本当夜戸を開けてたら夜中何回か寒くて目覚ますぐらい夜涼しかったんですよ。本当にあの、ね、熱帯夜が続くと体力がね奪われちゃいますよね。それがまああの内陸の海に遠い地方でね、日中日差しが強くなって温度が激アツになるとなかなか冷めないんですよね。息子もね愛知県におるんで、こんな日間か生きてるみたいな連絡取ってるんですけどね、一人暮らししてるんで学校行ってるんですけど、ちゃんとご飯食べなさいねって、スイカに塩かけて食べとけよみたいな感じですけどね。本当暑い地方は暑いですね。息子も最終学年なんで今年は帰ってこれんって夏場言ってたんですけど、あまりにあっちが暑くなりすぎてるんで、あの慣れてないだろうし、西洋市に疲れたら帰っておいでって言ってたんですけどね。あ、襟合わせるときね、こうやって見て合わすとこれが引っ張られてここ詰まるんですよ。姿勢よくちょっと反り気味ぐらいでここ合わすと、こっちのねせっかく獲物抜いたところ持ってかれないんで襟が安定しますよ。ちょくちょく質問をくるんですよ、ちょくちょくねあの前のコンテンツの方ですね、今日の着物の方じゃなくて、あの長襦袢から着物までの方はやっぱり初めての方、そこを見ると着方が分かると思うので、私の場合は着付けじゃないですよね、もう着方ですよね。着付けって人につけることですからね。あの普段着の着方ですね正しくは。レッツお船さんですよ、まあ、ただ着物を毎日着とるだけなんですけど、あれに着れるもんなんですよ、この石川県だと。他の県はちょっと私あまりね暮らしてないんで、北陸の人間なんでわかんないんですけど、はい、今日は襟に合わせて夏色の帯を持ってきて、そしてこちらこの襟と相性がいいのでこちらの帯締め、この帯締めも楽なのでね持ってきました。昨日ね夜本当涼しくて気持ちよくって、なんか遊びたくなって主
主人にカラオケ行こうぜって言って二人でカラオケ行ってたんですけどね。夫婦でカラオケって行く？息子おった時も家族でカラオケ行ってたんですけど、うち主人が全くお酒飲めない下戸なんですよ。なんで、まあ私も別にそんな外で飲んだりしないので、で、ギャンブルもしない人なんです。なんで、遊ぶって言ったら、みんなでカラオケ行くとか、そんなんなんですよ。みんなでマガキッサ行くとか。で、昨日は遊びたかったんで、カラオケに主人を誘って、2人でカラオケしておりました。うちの近くのコートダジュールでね、楽しんでおりましたよ。うち田舎なんやけど、ほんとすぐそばにコートダジュールと漫画喫茶とあるんですよ。だからカラオケも漫画喫茶もどっちも近くで、で田舎の遊ぶとこなんてそのカラオケか漫画喫茶ぐらいしかないですからね。まあパチンコはね、そこたら中にあるんですけどね、一切しないので全く興味ないですけど。うるさいやん、音がじゃんじゃらじゃんじゃら、好きくない。ちっちゃい頃ね、父ちゃんに連れられて行ってましたけどね、もう掃除機よりうるさいもん、嫌だと思って猫だったら耳ぺったんこにするね。はい、今日はこんな感じです。お、やっぱりこの着物着やすい。帯もね、古い帯なんで薄くて柔らかくて楽ですね。はい、夏っぽい感じになったかな。うん、はい、こうね、なんかすごい元気色が混ざっとるね。黄色とこの朱色があると合うね。足元はこちらのガーリー旅になっております。手作りですね。相変わらず暑いので自分で作った旅になっております。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。ピンちゃん結構ね、今日は石川県そこまで暑くならないんですけど、暑くなる地方地域の方、40度いってたね昨日。大丈夫でしょうか。はい、大変だと思いますが無理なさらずにお過ごしください。サービス業を長く営んでる側からのお願いです。レジの人がちょっとーんってなっとっても、多めに見てあげてください。暑い時は本当に人相手で瞬時に仕事するって本当大変なんですよね。集中力が怠大になっちゃうので、急ごうと思えば思うほどストレスになって余計疲れが出ちゃったり顔にねするので、みんないたわりながら生活したらストレスがなくなるかな、暑い時にって思います。暑い時に働いてもらってありがとうねぐらいの気持ちでコンビニ使ったりファミレス使ったりカラオケボックスもね、そんなんでいいと思います。はい以上ですそれでは皆様良い一日を。